どうも皆さん、こんにちは、日野です。皆さん、ポケットモンスター、ブリリアントダイヤモンド、シャイニングパールやってますか？ということで、前回ね、バージョン 1.1.1、1.1.2 で、技マシンを使って、好きなポケモンに好きな技を教えることができるバグ技について、皆さんに紹介しました。その動画では僕、見事ビッパを大空に送り込むことに成功したわけなんですけども、驚きだったのがね、なんとちゃんとアニメーションが存在してたんですよ。普通だったらビッパ、空を飛ぶ覚えないので、アニメーションないはずなんですが、しっかりとね用意されてました。そこで僕は思いつきました。ディグダやダグドリオに空を飛ぶを覚えさせ、飛ばせることができたなら彼らの下半身を見ることができるんじゃないのかと。ディグダやダグトリオの下半身は結構ね考察されてて、まあ、マッチョ説だったり、モグラみたいな感じで頭だけちょこんって出してるだけだよだったり、様々な、ね、考察がされているわけなんですけども、今宵僕がバグだらけスペシャルの力を使ってディグダそしてダグトリオの下半身を暴いていきたいと思います。今回用意しました、こちらディグダそしてダグトリオ、この2匹もしかしたらね、片方は足があって片方は足がないみたいな、そういう可能性もあるからね、オタマジャクシみたいな、そういう可能性もあるから、一応ね両方試していきたいと思います。一応ねこうやってくるくる回して図鑑で見ることができるんですが、まあ、下まではね見せてくれない、こう下いけないんだね。上は見れるけど下は見れない。この上からの隙間もちゃんと対策されてるね、ちゃんと見えないわ。ぎっちり詰まってて下が見れません。これでさ、空を飛ぶやったらメキメキメキって下半身がこう出てきたらめちゃ面白いですけどね。いや、果たしてどういう風になるのか、まあ、もしね下半身が出てこなかったとしても、ディグダが空を飛ぶかなり面白い映像になるんじゃないでしょうか。はい、それじゃあやっていきたいと思います。まずメニューバグを発動させます。 OK、 メニューバグ発動しました。でそしたらバックに行き、空を飛ぶを使う、どのポケモンに使えますか。 A、 技マシンを起動した。でここで X を押してポケモンを開く、ボックスへ、でディグダと交換、 B、 B、 はい、ディグダは空を飛ぶを覚えた。こんな簡単にね覚えない技を覚えさせることができてしまうんですよ。さて見てみましょうか。はい、しっかりとディグダ空を飛ぶを覚えました。いやー緊張するね。果たして彼が空を飛ぶを使ったらどんな感じになってしまうのか。地面に埋まってるやつが空飛ぶってなんか矛盾してるよね。ホコタテ対決みたいな感じですけど。さあマッチングしました。ムックル対ヨロです。行っておいでディグダ。お、ちゃんと地面に張り付いてるね。さあ今から皆さんディグダを地面から引っぺがしていきたいと思います。行くよ、空を飛ぶ、行け。ムックルの鳴き声攻撃。さあディグダ空を飛ぶ。ディグダは空高く飛び上がった。おちょっと速くて見えなかったぞ。速すぎて見えなかった。ディグダの空を飛ぶ。え待って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 、なんだ今のなんだ今のは、何が起きた今。ディグダの空を飛ぶ、空高く飛び、もう一回行きましょうか。空を飛ぶ、ぐにゅん、な何が起きてるこれえディグダは空羽ばたかないんだ。前回ビッパやった時ちゃんと空にね飛んだんですよ。飛び上がったんですけど、ディグダなんかカメラがバグるね。ちゃんとそこ対策してるのかな。それかなんか偶然が偶然を呼んで、下のデータがないからこうなってるとか、そういう感じなんですかね。なんだこれめちゃめちゃ不思議な映像ですね。あんな伸びてるディグダ見たことないかもしれない。ひっかくとかやってみようか一回。ディグダってあんなビヨーンっていくんだね。ちょっと頭シェイクしたぐらいだったけど、空を飛ぶをやるとあんなに飛んでしまうのか。さて続きましてダグトリオ行きましょうか。ディグダの進化系がダグトリオなわけなんですけど、まあ、やっぱねデータ違うので、モデルがね違ったらもしかしたらねちゃんと下半身、マッチョの下半身を見せてくれるかもしれません。さあやっていきましょう。技マシンバグを使ってダグトリオに空を飛ぶを覚えさせていきたいと思います。ダグトリオは新しく空を飛ぶを覚えた。さて覚えました、まあ、こっからですよね。さあダグトリオ、君はどのように飛んでくれるんだ。さっきと違ってやっぱ一回りでかいですねダグトリオ。さあ空を飛んでみようか。ダグトリオの空を飛ぶ攻撃、空高く飛び上がった。お、飛んだね、いいね。さあわかるぞ、どうなる。ムックルに当たんなかった。おっと、なんだ今の、回避されたのか、それともなんかエラーかなんかで当たんない判定になったのか。もう一回行きましょう。飛び上がった。さてダグトリオ、いやなんか画面バグったな、やっぱ地面が映ってしまいますねダグトリオ。
はい、ということで検証結果なんですけども、ディグダ、そしてダグトリオの下半身は今作バグだらけスペシャルのバグの力を使ったとしても見ることはできませんでした。いや、徹底されてるのか、もうなんか飛ばないように地面にガッチリなってるみたいな、そういうモデリングがされてるのか、まあ、はたまた地面ごと飛んでるからああいう風になってるのか、まあ、ちょっとね真相はわからないんですが、今回の検証では2匹の下半身見ることができませんでした。いや、見たかったけどね、ビッパーの時飛べたんでいけるかなって思ったんですけど、ちょっと無理でしたね。ということで、皆さん他にもね、このような技バグで姿を見たいっていうねポケモンがいましたら、コメント等で教えてくれると嬉しいです。ということで今回の動画でした。この動画がねいいなと思った方はチャンネル登録高評価してくれると嬉しいです。それじゃあ次の動画で会いましょう。バイバーイ。